こんにちは。ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、本日私はお酒と料理の神戸さん来た心さんにお邪魔しております。はい、それではこちらはどんな店なんでしょうか。行ってみたいと思います。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。はい、では店長の大野さんですね。はい、今日はよろしくお願いいたします。こちらは何年目ぐらいの店になるんでしょうか。ちょっと来月で8年目のシーズンになります。あ、ねえ、長いことやってらっしゃいますよね。私もここの前をよく通るんですけれどもすいません、今日初めてお邪魔させていただきました。はい、この心さんっていうのは、ね、お名前なんですけれども、どんな由来があるんでしょうか。そうですね、何を込めても心を込めて客なり料理なりしていこうというコンセプトから、はい、スタートしています。はい、でも店長さんまだお若いですよね。そうですね。はい、ちょっとこちらで。いや、僕はもう一応3代目なんですけど。はい、3年目の店長さんなんですね。はい、はい、ではちょっとね、カウンターの方をご紹介させていただきたいと思います。はい、入り口入りますと、とってもね、長いカウンターがあるんですけれども、こちらのカウンターで何席ぐらい。12席ですね。はい、お2階もあるんですよね。はい、じゃあちょっと、はい、行ってみたいと思います。はい、ではお邪魔します。あ、ここに関西テレビのアナウンサーがいらっしゃったんですね。はい、こんなサインもあります。めっちゃ綺麗な人でした。めっちゃ綺麗な人でしたすいません、もう私で我慢してください今日は。はい、では2階のテーブル席にお邪魔しております。あ、こちら2階はね、だいぶ広くなってますね。では奥の方に行かせていただきますね。テーブルは何席ぐらい入れますか。テーブルは、最大34名様で入れる形なんですけど、はい、4名様と入ってます。はい、わかりました。では奥の方に行ってみたいと思います。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。はい、こちらが副店長の海野さん。はい、はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、そして皆さんお待たせいたしました。今日はですね、ラブ神戸 TV の、はい、新人女子大生リポーター彩香ちゃんに来ていただいてます。はい、今日は初めてのグルメリポーターということで、はい、はい、今日はどんなお料理を、はい、ご用意していただいておりますでしょうか。当店でも人気のメニューの、こちらですね。はい、特大プリプリエビマヨネーズと、めちゃめちゃ特大プリプリな感じですね。これ何センチぐらいありますでしょう。15センチぐらいです。頭付きの、まあ、ユートのエビを4つ入れて、このボリュームで680円。めちゃめちゃお得じゃないですか。ねえ、素晴らしいですね。当店来ていただいたら食べてもらわないと。はい、ありがとうございます。はい、こちらの方が、こちらが鶏のサラダですね。はい、まあ、蒸し鶏と半熟卵、まあ、鶏の酢に見立てたサラダになってます。はい、これめっちゃ美味しそうですね。はい、一番人気のサラダ。はい、一番人気の、はい、サラダだそうです。では彩子ちゃんにちょっと食べていただきたいと思います。はい、どうぞ。ワインにはお料理ですねっていうコメントが入ってます。はい、合いそうですね。はい、お酒は彩子ちゃん飲めるんでしょうか。大好きなので。こちらのお店すごいお酒の種類も多くて、ポイントカードがあったら特典もとても多いので。そうですよね。はい、はい、ゆうすけさん、たまにやさんからもうまそうっていうコメントをいただいております。はい、はい、どうぞ。はい、その卵やばいってコメントが入ってます。半熟卵と鶏がすごい柔らかくて、野菜にすごい合って美味しいです。はい、美味しいです。ありがとうございます。こっちのエビですね。これは頭からガブって食べても大丈夫なんでしょうか。真ん中からガブですね。はい、じゃあ行ってみますか。ガブって、はい、お願いします。これね、食べるとね、喋れなくなっちゃうんですよね。はい、私よく体験しております。はい、プリプリ、おいしいです。ねえ、身がぎっしり詰まってる。はい、喋れなくなるぐらいね。はい、プリプリですよ。ゆうすけさん、たまりやさん、食べに来てくださいね。はい、もうとってもね、はい、向きの利く店長さんですね。ありがとうございます。エビマヨはそうなんです、ナンバーワンメニューなんですね。そうですね、もうかなりの人は人気の商品だって。これね、こんな大
きいエビが4匹で680円、はい、すごいですね。はい、ありがとうございます。女性に人気なメニューだと思うので、ぜひ男性の方も女性の方も来てください。はい、はい、ありがとうございます。美味しかったですね。はい、ありがとうございます。はい、では店長さん、ハイノさん、はい、はい、こちらのお店の PR を、はい、お願いできますか。はい、先ほど見ていただいたようにボリュームがある料理がたくさんございますね。え、はい、お酒も料理も、豊富な品揃えで、まあ、リーズナブルな値段で置いてますので、また皆さんもください。 ありがとうございます。心さんのね、ホームページのリンクを貼ってくださっている方がいらっしゃいます。ありがとうございます。はい、駅から近いですかっておっしゃってるんですけれども、徒歩本気出せば30秒本気出せばね、はいはい、阪急三宮駅が近いですか。西口出口からすぐです。はい、西口出口からすぐですので、はい、お越しくださいませ。で、あとポイントカードのことちょっと教えていただいていいですか。そうですね、まあ、会員証みたいな形で使っていただいてるんですけれども、来店していただいたお客様全員にこう配布しているようなもので、次回特典がつくようなサービスがあります、はい、ポイントが貯まってその、まあ、現金の値引きもありますし、まあ、会員としての割引や値引きサービスとか、あとは特典いろいろとその時で変わるようになるので、またよかったら。はい、ありがとうございます。はい、サンタマリアさんから西口出口田口で行きますって書いてくださってますよ。ありがとうございます。お待ちしております。はい、では今日はとってもね、6万ご用意していただいてありがとうございます。では皆さんぜひお越しくださいませ。はい、カイノさんよろしいですか、一言。すごい、彼女欲しいんで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、今日はどうもありがとうございました。バイバイ。はい、じゃあ彩香ちゃんもどうぞ。ありがとうございます。はい、さよなら、失礼します。